セジャーナ駅は、スロベニアクラス地方、セジャーナにある、スロベニア鉄道の鉄道駅。ルブラナ・セジャーナ線と防避2ニ線の2路線が接続しており、防避2ニ線は東駅以南でイタリアとの国境を越える。1857年7月19日にボンホーフ、セザナとして開業。当時は、オーストリア帝国内にあり、当時の運営者は、民間企業のオーストリア南部鉄道であった。 第一次世界大戦後に、セジャーナが、イタリア王国に並行され、スタショネ・ディ・セサナに改名された。運営は、イタリア国鉄に引き継がれた。第二次世界大戦の終結後の1947年、セジャーナは、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の領土となる。駅は、ゼラザニスカ・ポストジャ・セザナと改名され、イタリアとユーゴスラビアの間を走るビーン。 トリエステ鉄道の国境地点になり、運営はユーゴスラビア鉄道に引き継がれた。1948年、クレプリエ方面への支線が当駅に接続し、この支線は後にボーヒニ線の一部となった。1991年にユーゴスラビアが解体し、スロベニアが独立。セジャーナはスロベニア領内となり、スロベニア鉄道が運営を引き継いだ。ウィキメディアコモンズには、 セジャーナ駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。